さあ皆様お待たせいたしました。桜浜、桃浜が運動場に戻ってきました。まずはクンクンと辺りの匂いを嗅ぐようなそんな行動も見られます。パンダたち非常に鼻がよく効く動物ですので、とにかく匂いには敏感なんです。おやつを探すときにも目で見て見つけるというよりも匂いを頼りに探していきます。一度バックヤードに戻り、そして運動場に出た際には新しい竹やおやつが用意されているということも桜浜桃浜、なんとなく理解し始めておりますので、おやつを探しながら慎重に運動場を歩いていっているのかもしれません。先頭を歩くのはお姉さんの桜浜、その後を歩いているのが妹の桃浜です。つい先日1歳4ヶ月が過ぎたばかりの桜浜と桃浜、現在の体重はおよそ50キロ、50キロ手前というところまで大きく成長しています。